開催、沖縄の好きです。さあ、ポケモンカード GB、やっていきましょう。というわけでね、動画にしていない間に、結構いろいろ試行錯誤してデッキ組んでみて、割と強いデッキ組めたんじゃないかな。というわけで、いきます。草ポケモン中心にやってみました。というわけで、いきます。どうだろうな。強いかな。とりあえずね、てか、こいつ目の下が赤いんだけど。とにかくね、草ポケモン中心としたデッキ組んでみました。だいぶね、やっぱりね、手元にカードがあるとないとでは、全然違うわ。やっぱこういう風に組んだらどうかなっていう仮説立てながら、いけるんで、やりやすい。やりやすい。バディファイトとか、他のカードと違って、こういう風に組んでったらどうだろうっていうのがなんとなく分かり始めて、なんか自分の理解度がどんどん進んでるような気がしておりますが、まあどうだろうな。けど、どうでしょう。少し、前回までよりは強くなったような気がするんだけれども、どうかな。やっぱりこの頃のカードっていうのは、そのトレーナーカード系、あんまり種類がないみたいで、できるのもこれぐらいが限界じゃないかなっていうのと、まあ自分が持ってるカードがね、まだ少ないんで、こんな感じっていう、まあこんな感じで組んでみております。またカードの、ね、集まり方によっては、組み方変えていこうと思うんで、そしてこの次に行くね、ジムは何だろう。まあそこによってもちょっとカードもね、変えていかなきゃなんないんで、また変えます。で、最後のね、バトルの時には、まあ、どういう風なものを組むかっていうのも、もう一回考えてみなきゃっていう。まあ、それまでにちょっとカード、もっといっぱい集めますわ。というわけで、まず一人目、勝った。はい。では、次。この人。いきます。ポケモンの彫刻。はい。では、よろしくお願いします。最後に一回勝負。三回勝負。いきます。どうだろう。ちっと悩みながら言っております。どうだ。どうでしょう。まあまだちょっとまだバランス悪いな。もう少し、もう少しなんかこう、ちょっとやっぱりトレーナーカード系がまだ適当な感じがする。ほとんどこのカイロスだけで行っちゃうんじゃないの。ああ、やっぱり交代だ。あと偽オキト博士の使いどころがちょっとまだよく分かってないです。ストライクでいけそう。勝利。では次ジムリーダーのとこ行こう。こっちは。さあ、では、こんなところで、ジムリーダーのとこ、行きます。さて、多分またこの奥にいた、マスター現像。岩はいいか。岩はいいっすか。いいですか。よし、行こう。6枚戦、了解。
大木戸博士、ね、違うわ。はい、さあ、行きます。あり飲んじゃうしかない。ちょっとこういうパターンになるとは思わなかったな。それでも行こう。もんじゃ3枚。困ったな。悩む。やばいな。いけるかな。とりあえずニドラに来たからなんとかなるとは思うんだけど、なんかモンジャラこんなに他のポケモン出てきてほしいよ。どれ？結構苦戦です。苦戦中です。あんまり考えていなかったパターンなだけに、モンジャラやられたよ。とりあえず緑のこいつやられたら困るんだけど、まあこのまま押し切れるような気はしてきた。よし。いける？いける？いけるかな？あと1匹つか2匹つか。なんか来い。まあ、このままいけるし。あ、いけた。はい。ちょっと
ポケモンの引きが悪かったんで負けるかななんて思ったんだけど、うん、勝ちました。うん、やっぱ、うん、やっぱいけるね。はい、というわけでマスターメダル、ストーンメダルゲット。はい、拡張パックいただきます。幻のポケモン。おう、トレーナーカードがもうちょっと欲しいんだよな。使いどころに迷う偽大木戸博士はあんまりいらない。さて、つわけで、ちょっとこっちのメールチェックします。なんか来てるかな。あれ、はい、いや、もう組んでみた。はい、はい、わかったっす。こっちは、次どこ行けとかそういうアドバイスはないのか。よし、まあとりあえず、今回はこんなところで一旦終わります。ストーンジムなんとかなったっていうところで、というわけでよろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。